本千葉駅は千葉県千葉市中央区長瀬一丁目にある東日本旅客鉄道外房線の駅である千葉県庁から当駅方向を望む千葉市都市計画マスタープランによる千葉都心に位置する環長街及び文京地区の中心駅である東日本旅客鉄道の外房線が乗り入れ蘇我駅より乗り入れる内房線の列車も利用できる近傍には 千葉都市モノレールの県庁前駅が位置している。室町時代に、館法を称することが許された。有力な大名であった千葉市の初代当主である、千葉常営が井の花町に館を構えた井の花城があり、周辺は井の花公園として整備されている。江戸時代には、千葉八景、井の花さんの持月に選定されており、古くから名所旧跡として親しまれている。千葉県庁、 千葉県警察本部、千葉市消防局中央消防署、千葉地方裁判所などの行政機関は、千葉駅付近ではなく当駅の北東側にある、千葉県立中央図書館、千葉市立郷土博物館、千葉県文化会館、千葉大学附属病院、柏戸病院などの施設も集約している。駅東口方面は、官庁街のほか、千葉大学をはじめ千葉県立千葉中学校、 高等学校などを有する文京地区として知られる。当駅に乗り入れている路線は、外房線であり、内房線も乗り入れる。千葉都市モノレール、県庁前駅から徒歩4分、京成電鉄、千葉中央駅から徒歩10分の場所に位置している。当駅が開業したのは1896年と、国内でも早い部類に属しており、その開業は、房総鉄道によるものである。開業当初は、 寒川駅と称していたが、1902年に本千葉駅に改称された。房総鉄道は1907年に国有化され、当駅はその後房総線、房総東線を経て、1972年には外房線の駅となった。開業当初は京成電鉄千葉中央駅付近に位置していたが、第二次世界大戦中に被害を受け、戦後復興の一環として移転した。 島式ホーム一面二線を持つ高架駅で駅舎は高架下にある。同じ高架下の改札口すぐ外には売店ニューデイズとブックオフ本千葉駅前店がある JR 東日本ステーションサービスが駅管理を受託している千葉駅管理の業務委託駅で指定席券売機設置駅2007年12月よりコンコース会とホーム会を結ぶ エレベーターエスカレーターが稼働している。当駅付近を京成千原線が並行して走っているが、千原線に駅は設置されていない。当初、小港鉄道が路線を計画していた際は当駅が起点となる予定だったが、後に京成千葉駅に変更されている。2018年度の1日平均乗車人員は1万1605人である。近年の1日平均乗車人員の推移は、 下記の通り、千葉県庁千葉県警本部千葉市消防局井の花城、千葉県庁や千葉地方裁判所などは、千葉駅付近ではなく東駅の北東側にある、駅東口方面は、館長街のほか、千葉大学をはじめ千葉県立千葉中学校、高等学校などを有する文教地区として知られる、地名である本千葉町は、千葉中央駅周辺を指す、小港鉄道バスによって運行されており、 バス停は、駅前の道路上にある、東日本旅客鉄道外房線、内房線快速、普通千葉駅本千葉駅、蘇我駅駐車区、編集出展、編集広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員千葉県統計年間、ありがとうございます。